前。おお、すごい。来た。いやー、ナイスバーディー。やったー。さあ、藤森慎吾さんのクラブセッティングを聞いていきたいと思います。ありがとうございます。気になる、いいの全部見ても。どうぞ見ちゃって。じゃあまずはドライバーから。全部、はい、なんですか。なんですか。すいません、全部いっちゃおうかなと思って。いや、そこ大丈夫です。あ、すいません。行きたい。そうじゃない、うん、暑いからね。はい、すいません。いいですか。乗らなくていいのよ。おしゃれ、なんか綺麗に磨いてますね。まあ、もう非常にシンプルで、はい、もうどん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 軽量化を図ってるんで。なるほど。まずゴルフバッグも、これあのベゼルの、はい、一番軽いやつ。スタンドバッグ。そう、でもここもつけません。もうこのまま車に積んで、はい、で車が下ろしてっていうことをもうずっと繰り返すだけなんで、はい、もうあのフードもつけませんし。どんどん上級化してますね。もうなんか選ぶものが。やっぱもう一番パッとやってパッと始められるような練習場行ってももうこのままガンと。これに。今気に入ってます。なるほど。でまずはドライバーから聞いていきたいと思います。はい、ナイショー。え、完璧じゃないですか。すごい。うわー、マジでいった。すごい、登ってった登ってった。失礼します。ででん。でドライバーは、はい、ピンの G430MAX。 これ新しいやつですね。そうね、一番ピンの中では今、うんうん、ニューモデルのやつですけど、もうでも1年ぐらい、去年ぐらいかな。そうですね、はい、結構使われてる方いると思うんですけど、はい、MAX っていうのまた違うんですか。わかりません。なんかあるじゃん。はい、はい、捕まりやすい人はこれとか、うん、LST とかさ。ありますね。あるけど、はい、まあ、一番このオーソドックスなものなのかなということで、うん、一応まああの試打して、はい、作ってはいるんですけども、はい、うん、どうですか出来は。いや、めちゃくちゃいいですよ。僕ずっと410使ってて、うん、ピンの、うん、でピン変えてからすごい打感も音も好きだったんだけど、うん、で音はちょっと変わったんだけど、すごくこの打感とね、はい、まあ、その曲がり幅で言うと、もしかしたらこっちの方が少なくなったかなっていう気はしてます。ロフト角が9度、結構立ってますね。立ってます。高く上がるイメージあります、藤森さんのボールって。そうね、ロフト角が立ってても、うん、うん、さあシャフト聞いていきたいと思います。シャフトが見たことない。あ、ピンだ。これでもピンの、うん、純正のツアーブラックってやつで。ツアーブラック、純正の中ではハードな。そうですね、純正の中ではちょっと硬いものなんですけれども。 S シャフトの69って書いてあります。硬めですよ。硬め、硬めだ。スイングスピードどのくらいあるんですか。一回前ドラコンチャレンジを、はい、なんかした時に、50目指しましょうみたいな。うわ、もうビュンビュンにあの振りまくって、うんうん、でもやっぱり40後半ぐらいまでしかいかなかったけど。あ、でもすごい、やっぱり S シャフト、硬いシャフト振るにはね、45ぐらいないと、そうなんだ。なかなか、うん、めちゃめちゃギアも詳しいもんね、鈴木。もう今ゴルフね、女子の第一人者ですから。もう嬉しい、藤森さん大好き。ありがとう。プレーだけじゃなくね、やっぱギアとかもうゴルフ場マナーとかキャディーさんにも詳しいわけだから。まあキャディーですからね。すごいよね、一応ね。はい、そこが本当に素晴らしい。嬉しい、ありがとうございます。頑張りが続いて、はい、ウッドが3番5番ですね。ウッド3番5番ですね。どっちも一緒ですか、シャフトも。これ全くセッティング一緒ですね。で、うん、3番ウッドは同じピンの G430、はい、5番ウッドも G430 ですね、うん、シャフトもドライバーと一緒ですか。ね、こっちはちょっとドライバーのものと1個下というか、うん、なるほど、1個やばいやつですね。でもこれもでも純正シャフトです、うん、このシルバーとブラックってまた違うんですかね。そう、ブラックの方がちょっとハードで、こっちが少し柔らかい。もっと下にもあと2つぐらいあるんだけど。なるほど、まあ、上から2つ目って感じかな、うんうん、これでもめちゃめちゃ使います。特に5番ウッド、5番ウッドすごい使いますね。5番ウッドでどのくらいですか、飛距離。220、30、うん、私のドライバーより飛ぶんですけどぐらい。え、ドライバーはちなみに。ドライバーはもうどこ行くか分かんないけど、うん、行くときは280ぐらいいます。いや、一回番組で300ヤードぐらい飛んだときありませんでした。なんかたまにそういうのもある。あの、いや怖い怖い、風とか。いや、ね、どこ行くか分かんないから。状況にもよるけど、うん、確かにどこに行くか分かんないよね。やめて言わないで。だから岡田さんは右、はい、藤森さんは左みたいな。きっかけの藤森だからね。でグリーンで合流するみたいな、ね、そうなんだ。お互い違うコース行ってね。そうそうそう、違うホールから最後攻めてくる、ロング合流するみたいな。はい、ではユーティリティ聞いていきます、はい、4U ですね。
4番ユーティリティも、はい、まあシャフト一緒で、うんうん、これ大体210ヤードぐらい。210、あ、じゃあ結構使いますか、ロングの時とかも。使うね、セカンドだったり、うん、うん、ティーショットでもなんか別にドライバー使わない時はちょっとこれで行ったりとか、うんうん、ドライバー持たなくなっちゃったんですか、ティーショットで。どこ行くか分かんない。ちょっとこう曲がってたりするとね。なるほど。もうパッと置きたいなっていう時は、あ、もうマネージメント重視のゴルフをされてると、はい、かっこつけて言ってるだけだけど、ね、なんかかっこよくなってきててやだわ、もっとブンブン振ってほしい。さあアイアンも聞いていきたいと思います。前、おお、すごい。うまい、ナイソン。アイアンが、アイアンはね、5番から、そう、5番から、このユーティリティウェッジまでがピン。はいはいはい。まあ、アプローチですね。アプローチでこれがピッチングって感じなんだけど、うんうん、W がピッチング。U、W ってこれちょっとピンの表記がよく分かってないんだ。たまにキャディさんに寄せの時に U くださいって言うと、うん、間違えてユーティリティ持ってきてくれちゃったりとかするから、ユーティリティウェッジっていうらしいんですけど、一応。ピッチングみたいなもん。ピッチングよりちょっとアプローチウェッジに近い感じですね。50度ぐらい。50度ぐらい。はい、そうですね。W が46か。うん、ピッチングですね、そしたら、うん、じゃあこのアイアンはピンの、I230 ですね。 I230、 はい、これどういう特性があるんですか。これはもう打ちやすくて飛ぶっていう、シンプルにすごいもう完璧なやつですね。完璧な、もうピンの H が結集された。はいはいはい、もう完全なる。結構女子プロのツアーでもこれやっぱ入れてる人多いし。あ、そうなんですね。そう、ちょっとマッスルバックって、うん、ブループリントっていうのがピンは出てるんだけど、はいはい、かっこつけて見え張ってそれにしようかなと思ったんだけど、うん、しだしたらもう全然やっぱり飛ばないし難しいし。はいはいはい、見え張らずにも一番使いやすいこの I230。 確かにね、薄くてね、うん、もう重いもの使いたくなりますよね。よ、かっこいいの行きたいけど、かっこいいじゃん、こう並んだ時に。わかります。これすごいいい顔してますね。すごくね、どれも、うん、スピンも入りやすいし、うんうん、振り抜きやすいですよ。え、ちなみに7番アイアンで何ヤードくらい飛びますか。7番は170、うん、いや、セカンドそんぐらい飛ぶと楽ですね。そうね、アイアンがやっぱりロングがこう2オンしてくると楽しいしね。でもほら、どこ行くか分かんないから。そうだった、すいません、アイアンのシャフトを聞くの忘れてました。はい、これはこちらがモーラスですね。モーラスのフレックス X だ。はい、 X 硬い。そう、ちょっとこれ硬いんですよ。でもまあ S でも良かったかなって今になって思ってますが、うん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 、でもまあまあ触れなくはないので。確かに藤森さんってすごいしっかりフィニッシュ取る方じゃないですか、うん、だからこう硬くても振り抜ける人だからなのかな、分かんないけど、挑戦し続けた方がいいですよ。そう、でもシャフトを正直、うん、あれにしてみよう、これにしてみようっていうレベルじゃないから、うん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 、やっぱそういうのやってみたいけどね。まあいろんなの試してみたいですよね。そうそうそう、シャフトがすごい大事だっていうから。ウェッジはピンのグライドっていうのを入れてたんですけど、これタイトリストなのよ。はいはい、3度とこの54度は。はい、でこれはちょっと今お試しで使ってるんだけど、うんうん、バウンスの角度なんていうのちょっとわかんないけど、はいはい、まあベターンってこうなるので、すごくこう寝かして打つ時とかもいいんだけど、まあその難点としてはやっぱあんまり上手じゃないと刺さる。なるほど、うん、でもね、このウェッジだけタイトリストで、しかもあれですね、ダイナミックゴールドのシャフトにして、うん、はいはい、 S200 じゃないですか。 S200 結構いいですこれは。うーん、めちゃめちゃ30ヤードとかやっぱすごい寄せたいので、ね、ピタッと。どうですかアプローチこれに変えて。すごくいいよこれは、うん、ピタッと止まるし、うんうん、さあそしてパター聞いていきます。き、はい、た、いやー、ナイスバーディー。これカバーつけてないんですか。はい、これいただきもんで、はいはい、久保博道プロからもらったんですけど、ずーっとね、初めてこの方ピンタイプのパター使ったんで、うん、確かに、うん、かっこつけだけで。まあだって見た目大事だからね。なんか上手い人ってみんなピン使ってそうじゃん。確かにね、でやってたんだけど、ある時そのプロとラウンド行った時に、うん、しもくんピン合ってないと思うよって言われて、これ使ってごらんっつったら、めちゃめちゃまっすぐ方向出るようになって、ずっと
ピン使ってたのに。そう、もうね、あの、やっぱ打ち出しから違ってたと思って。まあ、フェースアングル難しいですからね、そうピンは。で、これでやったらもう本当に結構目標決めたら、はい、しっかりその目標の方に打てるようになって、そのタッチとかってこのマレットタイプ俺難しいんじゃないかなと思ったけど、うんうん、全然楽で、うんうん、なんでこっち使ってなかったんだろうって思うぐらい。マレットの方が重さを使ってクラブを、そうね、振り子のように振れるんですよ、はい、だからあんまりこう、なんだろう、手でこう、そうそうそう、パーンとか跳ねちゃう、押し出しちゃう人にはいいかもしれない、うん、でこれにしてからパターンもすごく調子良くて、どん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 上手くなってるじゃないですか。いや、それだとスズラン掲げてこのね数年間やってきてるから。じゃあオデッセイのホワイトホットということで。そうです、そうですね、貼ってるんですか、こういう貼ってるね、鉛を多分貼ってますね。これなんかもうもらった時にプロが貼ってくれてました、若干の鉛を、うん、鉛を貼ってます。そもそもマレットって重いのに鉛を貼るってことは、多分ほんと振り子のように、多分腕をこの三角形のまま、はいはいはい、かな、うん、でもすっごいいいです、これは。結構古いパターらしいんですけど、うん、めちゃめちゃ20年ぐらい前のって言ったかな。あ、そうですか、うん、じゃあもうあれだね、プロからもらったということで間違いないですね。間違いない。藤森慎吾さんのクラブセッティングでした。ありがとうございました。